大通寺で9月15日から30日まで萩祭りが行われています。萩は日本最古の和歌集万葉集で一番多く読まれた植物で、昔から日本人に親しみ深い花です。宮城の萩、白花萩、山萩の3種500株が毛通寺境内に咲き誇ります。萩祭りの期間には邦楽演奏や茶会などさまざまな行事が行われます。今週末に行われる延年の舞では、とどめ鳥という演目が上演されます。とどめ鳥は毛通寺に幕末まで伝わっていた延年能といわれる能を復興させたもので、萩祭りの時にだけ見ることができます。園内の萩を見て回った後は、ここ松風庵で一休みしてはいかがでしょう。松風庵のおそばは風味豊かで喉越しのいい麺と、熟成させた鰹節の上品なつゆが特徴。そば茶プリンは、そば風味のプリンとそばの実のサクサクした食感が癖になります。毛通寺にお立ち寄りの際は松風庵でお休みください。毛通寺の萩祭りは30日まで。浄土庭園に咲く萩を見に足を運んでみてはいかがでしょうか。